皆さん、こんにちは。ゆっくりかなみです。ゆっくり次郎だぜ。鬼滅の刃って見応えのあるバトルが人気だけど、カンロジさんとイクロさんのラブラブな関係性も、魅力の一つよね。間違いないぜ。無限城でのカンロジとイクロの最後は鬼滅の刃の、中でも屈指の名シーンだな。ただ、鬼滅の刃には実は他にもカップルが誕生しているぞ。あれ、他のカップルって誰だったかな？イクロさんとカンロジさんに注目してたから忘れちゃったわ。じゃあ今回は鬼滅の刃で誕生したすべてのカップルを紹介していくぜ。キュンキュンする展開ね。どんなカップルなのか気になるわ。今回の内容はネタバレを含む内容なので、アニメ勢の方々は十分注意してくれだぜ。まず最初はさっきから話に上がっているイクロとカンロジの柱カップルだぜ。これはもう鬼滅の刃を代表するカップルよね。でも、二人って実際には付き合ってはいないのよね。その通りだぜ。相思相愛なのは間違いないが、交際しているわけではないな。イクロが自身の老いたちに負い目を感じて、今のままでは、カンロジと付き合えないと思っていたんだ。確かイクロさんも壮絶な環境下で育ったよね。そうだな。炭治郎やうずいもなかなかトラウマになる過去を抱えて、生きているけど、イクロも負けていない壮絶ぶりだぜ。イクロは女の子ばかり生まれる家で生まれたんだけど、生まれた時からずっと座敷牢に入れられていたんだ。しかも、とにかく毎日食べ物をイクロにあげまくるなど、異常な環境下で育っていたんだぜ。座敷牢に一日でもいたら頭おかしくなっちゃうわよ。しかも、確か家には鬼がいたんだよね。その通りだぜ。イクロの家は貸しが蛇のような女に支配されていて、イクロはその鬼の餌としてずっと育てられていたんだ。結果的に言えば、当時の縁柱真珠郎が助けたことで、イクロは助かったけど、イクロは自分の血は醜い一族の血が流れているから、この血が浄化されない限りは、カンロジに好きだと伝えられないと思っていたんだ。イクロさん、男前すぎるわ。一族が行っていたこととイクロさんは関係ないのに、カンロジさんを汚したくないと思っていたのかしら。そうかもしれないな。カンロジと一緒に無限城に突入した時も、大量の鬼に向かって、カンロジに近づくなチリどもって決めセリフを言いながら、蛇の呼吸後の肩延々長打で大量の鬼たちを、葬っていたぜ。きゃ人生で一回はそんな感じで守ってもらいたいわ。ねえ、次郎も私を守ってもいいのよ。こっちからごめんするぜ。イクロは無惨との戦いでも負傷したカンロジを隠しに託して、戦線から遠ざけていたりと、作中の至るところで、カンロジ愛を爆発させているな。なんて優しい男なの。この時、カンロジさんがイクロさん嫌だ。死なないでって叫ぶのも良いわね。お互いに死んでほしくない気持ちが、伝わってくるシーンだな。二人に泣かされたシーンといえば、二人が死を迎える瞬間だぜ。もう泣けてきたわ。まだ何も言っていないだろ。最初に死亡したのがカンロジだったな。イクロはカンロジに無惨との戦いに勝利したことを伝えて、初めて会った時の話をしていたな。そうだったわね。確か親方様の屋敷で初めて会ったのよね。その通りだぜ。親方様の屋敷でカンロジは迷子になっていたんだけど、カンロジが今までの苦労を感じさせない笑顔であまりにも、普通の女の子だったから、イクロは救われたんだ。わかるわ。カンロジさんって絶対に今まで苦労してきたのに、全然それを感じさせない笑顔を、周りに振る舞っているよね。あんな笑顔で話されたら、好きになっちゃうわよ。イクロもそうだったってことだ。過酷な老いたちのイクロもカンロジと話している時は普通の、青年になれたようで幸せだったと言っていたな。良い話だわ。泣いちゃいそうだよ。こんな良い話聞いたら、カンロジさんも泣いちゃうわね。実際にイクロの話を聞いてカンロジも泣いていたな。イクロの言葉で感情が爆発したのか、そのまま好きって、言っていたぜ。それに、生まれ変われたらお嫁さんにしてくれる？って、聞いていたな。カンロジさんは最後の最後で旦那さんを見つけたのね。カンロジは旦那さんを見つけるために鬼殺隊に入ったから、その目標を最後の最後に果たしたことになるな。来世では結ばれて幸せに暮らしてほしいわね。ちなみに最終回で書かれた現代の話では、一緒になって、定食屋を営んでいたな。蛇の置物が置いてあるメガ盛りのお店らしいぜ。二人の特徴が詰まったお店じゃないの。これは今度二人のお店が実際にオープンしないか期待ね。次に紹介するカップルは炭治郎とカナヲだぜ。作中ではイクロカンロジカップルと同じで付き合うことはなかったけど、現代の話で結ばれたことが明らかになったな。炭治郎とカナヲもくっつきそうな感じは、
プンプンしてたよね。カナオにとって炭治郎が特別な存在になっていたのは、途中から伝わってきたわ。炭治郎とカナオの距離が縮まったのは、ナタグモ山編での、傷を治療した蝶屋敷でのコイントスだな。もともとカナオは過去のトラウマのせいで自分で物事を考える、ことができなくなって、コインを投げてどうするか決めて、いたけど、このコイントスで炭治郎がカナオにグイグイ、話しかけたことがきっかけで、カナオは炭治郎を意識するようになったな。炭治郎からコインを受け取った時にコインをキュッと、握りしめるシーンは印象的だったわ。カナオの行動に関わるところを炭治郎がズケズケと、土足で踏み込んできたから嫌でも意識しちゃうよね。無頓着の炭治郎だからこそ、カナオを振り向かせることが、できたとも言えるな。二人がくっつくことになった極めつけは、無惨戦の最後だぜ。無惨との戦いの最後、鬼殺隊は見事無惨の討伐に成功した。けど、無惨が全ての力を炭治郎に託し、炭治郎が鬼になってしまったんだ。いわゆる鬼の王ってやつね。確か、鬼になった炭治郎を止めたのがカナオだったかな？そうだぜ。カナオは自身の目を犠牲にして、鼻の呼吸椎の片悲願主眼を使って人間に戻る薬を、炭治郎に与えていたな。つまり、炭治郎にとってカナオは命の恩人ってことね。しかも、カナオの目を犠牲にして救ってもらったんだから、炭治郎は一生をかけて面倒を見るしかないわ。炭治郎も申し訳なさがあったのかもしれないな。別に炭治郎がカナオを意識している描写が作中で多く、あったわけでもないぜ。じゃあやっぱり、炭治郎はカナオの目を気にして、カナオと一緒になった線が濃厚だわ。カナオが投与した薬の中に好きになる薬でも、入ってたのかもしれないわね。確か桜が満開になった時、炭治郎もカナオに照れてたよね。そうだな。初代花の呼吸の剣士が植えた桜の木筆書を、見ている時、カナオが無惨討伐したことを教えてあげたい。っていうと、炭治郎は顔を赤くしていたぜ。炭治郎がカナオに赤面しているのはこの時だけだな。そうよね。やっぱり、カナオが投与した薬が効いたんだわ。真実は闇の中だな。ただ、鬼化を止めたことで炭治郎と、カナオの距離が一気に縮まったのは間違いないぜ。いつか番外編で二人のキュンキュンした展開を、書いてほしいわ。次に紹介するカップルは善逸とねずこだぜ。このカップルも作中の最後の最後まで交際に発展したわけ、ではないな。善逸も鬼のようなしつこさでねずこにアプローチしてたよね。もうネタじゃないかって疑いほど、ねずこラブだったな。それでも、無限列車の時とか夢から覚めていないのに、ねずこを守る姿はかっこよかったわ。あんなヒーローみたいに助けてくれる人がいたら、好きになるのも無理ないわ。ねずこも徐々に善逸のことを好きになったのかしら。ねずこが好きになったというよりも、善逸の気持ちに、折れた感じもするな。出会った時からずっと好意を向けてくれてたから、答えないわけにもいかなかったかもしれないぜ。なるほどね。ねずこも炭治郎に負けないほど、優しいから、善逸を無視するわけにはいかなかったのね。でもねずこと品津川さんがくっつく展開でも面白かったわ。無惨との戦いが終わってから、品津川さんもねずこに、優しくしていたよね。そうだな。集合会議を終えた後、品津川はねずこと会って、頭を撫でていたぜ。品津川からすれば、ねずこの明るさが、亡くなった玄野と重なって懐かしかったんだろうな。結局品津川とねずこが会ったのはこの時が最後になったけど、一緒にいる時間が増えていれば、ねずこが品津川に惚れたかもしれないな。くう、そんな展開も面白そうだわ。善逸が品津川からねずこを奪えるか、見応えがありそうだな。善逸とねずこがくっつきながらも、品津川を交えた、三角関係が書かれたドロドロの外伝を期待するよ。次に紹介するカップルは猪之助と葵だぜ。このカップルも交際には発展していないけど、猪之助が、葵を意識した描写が明確にあったな。無惨との戦いが終わった後の話ね。その通りだぜ。無惨との戦いを終えて、蝶屋敷で治療していた時だな。お腹が空いた猪之助は病室を抜け出して台所に、向かったんだ。台所では葵が皆の食事を作っていたん。だけど、猪之助はこっそりと盗み食いするんだぜ。すると、口いっぱいに盗み食いした猪之助に葵が、気づいて、叱るんだ。猪之助と葵のそれぞれの性格をよく表したシーンよね。確か葵は猪之助用に食事を別で用意していたかな？そうだな。
葵は伊之助が盗み食いするのを事前に知っていたから、ちゃんと用意していたんだぜ。伊之助用の食事を用意して盗み食いをやめさせるなんて、葵は完全に伊之助の性格を把握しているってことだな。伊之助は葵が強いのかって勘違いしていたけど、専用の食事を与えられて、顔が赤面していたな。あの時の伊之助の顔ってこれまで一回も見たことのない、優しい表情だったよね。可愛い顔しててびっくりしたわ。やっぱり、美形な顔だから超美人に見えるよね。美形で言えば、宇髄にも負けない容姿端麗ぶりだぜ。このシーンがきっかけで伊之助と葵の距離が縮まったな。葵の優しさに伊之助が惚れた感じだわ。自由人の伊之助と生真面目の葵がどんな感じで、相思相愛になって愛を実らせたのか気になるわね。きっと葵は苦労したはずよ。二人のラブストーリーを書いた外伝に期待だぜ。次に紹介するカップルは音柱うずいと三人の嫁夫婦だな。今までのカップルとは違って、作中ですでに愛が実って、結婚している本物のカップルだな。作中トップクラスのイケメンと作中屈指の大人美人の、カップルだぜ。こんな顔面偏差値の高いカップル、現実でもいないわよ。しかも、嫁三人ともナイスバディだし、悲しくなってくるわ。まずはざっくりと嫁三人の紹介をするぜ。三人の中で最年長なのがひなつるだな。実はうずいの家に次いで、序列の高い家の出身なんだぜ。戦闘も情報もこなす大人の色気が半端ない女性だな。三人の中で一番大人っぽいよね。左目の下のほくろが妙に色っぽいわ。次はマキオだな。マキオはうずいの親戚の家系の生まれなんだ。ずば抜けた身体能力と勝ち気な性格が特徴的だぜ。三人の中では一番男っぽい性格だな。うん、うん。頼れる女房って感じで素敵よね。遊郭編で抱きの帯に捕まって、拘束されているシーンは、ちょっと興奮したわ。あのシーンは作中でも屈指のお色気シーンだな。三人目はスマだな。スマは三人の中で一番年下の19歳で、いつも泣いてばっかりいるのが印象的だな。二人とは違って甘えん坊だぜ。実はもともとスマの妹がうずいの嫁になる予定だったんだけど、スマが泣き落として、うずいの嫁になったんだ。スマらしい話ね。三人とも魅力が違って最高だわ。こんな三人を嫁にできるなんて、うずいは世界一恵まれた旦那さんで間違いないよ。間違いないぜ。うずいの実家では15歳になると妻をめとるしきたりに、なっていて、妻はうずいの当主がうずいと相性の良い、女性を選ぶから、うずい本人もひなつるたち三人も自分で選んで、結婚したわけではないんだ。それでも、作中ではずっと深い愛で結ばれていることが、伝わってくる様子だったぜ。うん、うん。特に遊郭編はうずい夫婦の愛が爆発していたよね。うずいさんの名言も素敵だったわ。その名言は嫁三人に向けたセリフだな。そうそう命の順序を決めてるってやつよ。俺は派手にはっきりと命の順序を決めている。まずお前ら三人次に仇の人間たちそして俺だ。ってやつだな。なんだか次郎が言うと気持ち悪いわね。セリフのかっこよさが半減したわ。うるさいわ。まあこのセリフの通り、遊郭編では抱きに捕まった嫁三人を、必死に探したりと、うずいの行動は嫁優先だったな。その後も嫁三人が見てる前で龍太郎と戦う姿は、最高にかっこよかったな。見た目も含めて、自慢の旦那さんよね。私もいつかあんなかっこいい旦那さんが欲しいわ。実る可能性が低いと思うが、頑張るんだな。最後はカップルじゃないけど、カップルなんじゃないか？ってずっと言われ続けてきた。水柱義勇と虫柱忍の二人だぜ。ああ確かにこの二人って怪しい空気感出していたよね。もうちょっと一緒にいる時間が長かったら、絶対にくっついてたよ。その可能性は高いかもしれないな。鬼滅の刃の中でもカップリングとして一緒になることが多かったり、ナタグモ山編でも一緒に行動してたから、忍が生き残っていれば一緒になっていただろうな。うん、うん。そうなってほしいと思っていた読者も多かったと思うわ。寡黙な義勇さんと毒舌の忍さんの組み合わせって心くすぐるものがあるわ。この二人って実は共通点も多いからカップルになったら盛り上がったかもしれないな。共通点？例えば何かしら？二人とも2月生まれなことや犬が苦手なことや大切な人の羽織を着用していることだな。ちなみに身長差は 25cm で年齢差は3歳だぜ。もう理想のカップルじゃないの。義勇さんがどんな愛情表現をするのか気になるわね。義勇はわからないが、忍は積極的だな。単行本のおまけページには、忍が義勇に指でツンツンしながら、ねえねえって絡んでるシーンが書かれたぜ。
しかも、五感のカバー裏おまけでは義勇さんってしたの。名前で呼んでいたな。まさかの名前呼び二人の時に名前で呼ぶって、好きな人にやるやつじゃん。義勇が気持ちを伝えれば、実っていたかもしれないな。義勇さんがどんな愛情表現をするのか気になるわ。以上、作中で登場したカップルについて紹介してきたぜ。かなみは何か気になるカップルはあったかな？一番見てみたいのは伊之助と葵かな。半分獣の伊之助をどうやって葵がコントロールしたのか。二人の馴れ初めとか気になるわ。伊之助がどんな愛情表現をしたのか見てみたいよ。確かにそうだな。これは外伝に期待するしかないぜ。全巻読み直して、今度の展開を待つんだな。それじゃあ、今回の動画は以上だぜ。また次回、鬼滅の刃の魅力が伝わる話を紹介するぜ。楽しみに待っているよ。それじゃ、バイバイ。バイバイ。